こんにちは第2部は被害を受けた時の対処法は日本の伝統を使うということがわかりますよ。第1部では被害を受けた時の対処法を話しました。じゃあこれまで受けてきた被害についてはどうすればいいのか被害をを受けた人は記憶のの書き換えや事実の否定をします私が読破やカウンセリングを受けて1年足らずですが消していた記憶を思い出すこともあります。 これから被害を受けないためにそれを忘れない努力が必要ですでも被害を受けてきた事実は波動が低い情報です今までの分も丸ごと自分の中の神様が見せてくれたんだと神に書いて繰り返し見て潜在意識に入れるこの自分の中の神様という考え方日本の伝統です日本は言霊の国言霊を使うことも日本の伝統です 私もルーズリーフに書きました。この時のカウンセリング音声と一緒に書いた文字を繰り返し見て潜在意識に入れているところです。第3部では伝統を使う理由も話しますね。お昼はこれで終わりますね。第3部は夜の7時に来ますね。